白くまななみんチャンネル。皆さんこんにちは、白くまななみんです。いつも白くまななみんチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。毎日皆様からのコメントを楽しく読ませていただいております。 SNS もフォローしてくださった皆さんありがとうございます。ということで、コメントを毎度毎度読んでいるのですが、結構学生さんが多いようで、とあるコメントをいただきました。ノートの表紙アレンジが見たいですというものでした。確かに私も中学生高校生ぐらいの時、表紙に絵を買ったりシールを貼ったり、なんか自分なりに勉強が楽しくなるようなノート作りをしてたなということを思い出しました。今私だったらどう作るとか、私はイラストを描くことが武器なのでシールを使わないでどんなアレンジができるのかということを本日はやっていきたいと思います。ぜひ何か参考になったり楽しんでいただけたら幸いです。早速書いていきましょう。それではまず今回使用するノートの説明をしていきたいと思います。こちら、ちょっと反射しちゃう、無印良品さん裏写りしにくいノート5冊組という表紙が無地でできているノートを購入してきました。こちら、この側面の色がね、すごい穏やかな色というか結構好みな色なので、こりゃいいと思って買いました。ちなみにこちら税込み199円、約200円として5冊なので1冊40円ぐらいですね。安いノートです。ということで本日はこちらのノートで書いていきます。次はペンの紹介です。家中探しまくって数年前に買ったやつが出てきました。ポスカです。マルシン細字発色のやつ使います。あとですね、探していたらポスカ極細というものが出てきたので、この極細ちゃんと細字さんをね、お二つ使って書いていきたいと思います。あと、まあ時と場合によってはシグノの 0.38 ミリを使っていきます。それでは早速ノートにアレンジしていきます。こういうのってね、開けづらいよね。開けづらい。あ、来ました。かわいい色、ネイビー、グレー、イエローとちょっとブラウンがかってるグレーっぽいのと赤、綺麗な色ですね。どんどん描いていこうかなと思います。 GO! いい感じのカゴがあったので描きやすいように全部入れちゃいます。準備は万端、早速描きます。ここではノートのタイトルをすべてノートブックと書かせていただきます。ノートブックのところには科目名など入れると良いと思います。さて、ナナミはノートブックという英語のノートの部分を今書きました。縦線は太く塗りつぶしておしゃれな書体に挑戦です。前何かの動画でもお伝えしたんですが、今モダンカリグラフィーというおしゃれな字を書くことにハマっていて、毎日少しずつ上手くなるように練習中です。線が綺麗に引けなかったり、丸がガタついたり、なかなか難しい。今年中には綺麗に描けるようになりたいので頑張ります。今回動画で使用する画材はポスカと冒頭でお伝えしたんですが、久しぶりにポスカを触ったらペン先がなんだか慣れなかったり、インクが独特だったり、ちょっと手こずりました。事前にいらない紙でたくさん試し書きしています。さて、文字が書き終わりました。それでは大きく囲ってみましょう。おしゃれに見えるかなと思って、今回は文字を斜めに書いているので下の枠も斜めにしてみました。真横にしても良いと思います。それではメインイラストを書いていきます。口元のほくろがチャームポイント、白くまななみんです。そしてお次もオリジナルキャラクターおしば様という柴犬のキャラクターです。2人とも同じポーズをして、一体どんなデザインなんでしょうか。何か器のようなものに入っているのかな、お風呂かな。下にレースのコースターを書いて、こちらマグカップです。勉強しつつも表紙を見てほっとリラックスするという思いを込めて、こちらカフェっぽいイメージにしてみました。白いポスカを持って色を塗っていきます。ナナミン的色塗りのポイントはベタ塗り、もう空間を空けずにこうガシガシと塗っていくのではなく、線で塗っていくことです。
過去に紙素材のところをポスカでぐしゃぐしゃと塗っていたら、すごいペン先が傷んでしまったり、紙がふやけてしまったのがトラウマで、線で塗るようになりました。上の空いたスペースには線を引いてみました。ちょっとおしゃれなカフェっぽく、文字の下に影を塗ってみました。茶色い紙に白いペンってなんだかおしゃれに見えるので、この組み合わせとても好きです。ワンポイントを付け足していきます。私的にこれ以上色は増やせないと思ったので、ここでボールペンの登場。柄をボールペンで塗っていきます。ポスカとボールペン同じ黒ですが、太さが違うだけでなんだか別物のようですよね。これ以上色を増やしたらなんだかちょっと違くなるんじゃないかという恐れから、もう色の数は増やさないようにします。なんか違うっていう感覚、多分もうそれは本人にしかわからない感覚かなと思いますので、皆さんたくさん書いてください。一冊目完成です。さてお次は黄色のペンを持ちました。今度は果物のレモンを書いてみたいと思います。これはもうレモンじゃなくてもいちご、ぶどう、りんごなど自分の好きなフルーツに置き換えてぜひ書いてみてください。ここでなんでレモンを選んだかっていうと、このノートの帯の部分、帯でいいのかな、その背中の部分が黄色だったので選びました。書くものが思いつかないよという時はノートの帯の色などを見て決めてみるのもいいかもしれませんね。レモンはレモンでもいろんな柄のレモンを書いてみました。葉っぱも書いてみたいと思います。なんかトウモロコシみたいですね。輪郭を描いて中の葉脈を描く。葉っぱって簡単に描けるんですよ。今回のノートのタイトルは白ペンで描いてみました。空いてるスペースにはアスタリスクのマークを描きます。これも自分の感覚で、空いてるスペースにここら辺かなという感じで描いています。右下には自分のお名前を描きました。今回は黒色のペンは使わないデザインのノートの制作でした。バランスを見てドットも描いていきます。ドットは描きすぎるとなんだかちょっと違う感じになってしまうので、あまり描きすぎないよう空間を見て描いていきましょう。先ほど黒色は使わないデザインと言ったのですが、黒いボールペンの登場です。もちろん無理にボールペンは使用しなくてもいいので、こういうアレンジもあるんだよということを覚えておいてください。下にポスカで描いた絵の上にボールペンでざっゆっくり絵を描くんです。なんかこうあえてずらすみたいな感じですね。なんだかおしゃれに見えませんか。ここでのポイントは細いボールペンを使うこと。多分これ黒いポスカだと結構なんか強めのイラストになっちゃうんじゃないかなと思います。2冊目完成です。それでは3冊目に突入です。今回の動画ではこちらのノートが最後です。ノートの背中の部分が赤いので赤いペンを選びました。イメージは算数や数学のイメージで書いています。教科ごとにノートを書くなら、その教科に必要な道具など書くと可愛くなると思います。ここ見てください。コンパス。コンパスの絵なんてなかなか描きませんよね。我ながらうまく描けてハッピーです。そんな感じでどんどん描き進めていきます。ポスカって極細といえども結構ペン先が太い時とかもあるので、絵はなるべくシンプルに線画みたいな感じで、あんまり細かいところは描かないようにすると可愛く見えると思います。今回は線だけだとちょっと寂しいかなと思ったので、ベタで塗ってみました。なるべくふやけないようにサササッと塗ってます。私自身いつもイラストはパステル系の色を使うことが多いので、原色の色がちょっと慣れておらず、おっかなびっくりで描き進めています。今描いてるこれはグラフです。算数といえば数字をおもむろに描き出しました。そしてよりポップなデザインになるように黄色で差し色を加えます。仕上げに入ります。初めに描いたフレームに少し線を付け足します。ちょっと何か付け足すだけでだいぶね、こう手が込んでるように見えます。それでは3冊目も完成しました。それではこちらが完成品です。算数系とレモン、そしてカフェのようなデザインです。我ながら可愛くできました。はい、と
ということで、無事にノートがね3冊書き終わりました。こんな感じでちょっとそれぞれ全部違うタイプの絵でね描いてみたいなと思ったので、割とジャンルみたいなのがバラバラになったんですが、いかがでしたか？そうですね、まあオリジナルキャラクターとか、まあこういう感じのはね、こうやっぱメインにイラストドーン型と同じようなテイストのをいろいろ散らしてみました型と、これもまあポロポロとちっちゃいのをたくさん描いてみました型っていう、なんかいろんなジャンル別で描いてみました。そうですね、まあメインのイラストドーン型、総柄で描く型みたいな感じで、いろんなレイアウトを知っていれば絵を描くときに、あ、じゃあ今日は絵を大きく描いてみようかなとか、今日はいろんな絵をたくさん描いてみようかなとか展開できるかなと思うので、ぜひこんな感じでノートの表紙アレンジしたいなという時、何か役に立てれば幸いです。まあ、ちょっと時間の都合上5冊あったところ、本日は3冊だったので、好評だったらやるかもしれません。皆さんからのコメントお待ちしております。ということで、本日はこんなにポスカを用意したのに意外とあんまり使えませんでしたね。私白のポスカが大好きで、茶色い紙には白いポスカすごい合うと思っているので、もし色とかで迷ったら無駄にめっちゃカラフルにするっていうよりは、白でシンプルにっていう感じで仕上げるとおしゃれに仕上がるんじゃないかなと思います。ちょっと途中でなんか失敗しちゃったり、こことかポスカは一回一回しっかり乾いてからやらないとこういうことになっちゃうので、皆さんぜひやるときは気をつけてください。ということで、本日の動画はこれにて終了でございます。この動画が面白かったなど良かったなと思う点がありましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも全て目を通しておりますので、ぜひ皆様からのコメントどしどしお待ちしております。しろくまななみん各種 SNS やっております。しろくまななみんで検索してみてください。本日もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは以上、しろくまななみんでした。さようなら。